なんだ、突然声をかけるなよ。びっくりするじゃないか。俺はスケルベル、まだ見ぬ宝を求めている。しかしよくここまで来れたものだな。勘がいいのか、ただ無謀なのか、まあ才能には変わりない。その才能にかけてみるか。この先、地下の神殿を知っているか。穴掘りたちの先人が竜骨を沈めるために削り出した芸術品だ。で、あの神殿には万一に備え竜骨を砕き、竜を殺すための一振りの剣が備えられているらしい。もっとも剣とは名ばかりの生蔵らしいがな、刀鍛冶たちのたあいもない笑い話の種さ。竜殺しの生蔵だ、惹かれるだろう。デーモンがいなけりゃ自分で探し出すんだが、どうも戦いは苦手でね。もしあんたがその剣を手に入れたら、一目でいいそれを拝ませてくれよ。しかしすごいところだね、この穴は。竜の骸が鉱石を生む、まったく美しい話じゃないか。素晴らしい。剣としては全く不要な方向に技術の粋が凝らされている。すまん、ありがとう、堪能した。これはほんのお礼だ、取っておいてくれ。その剣を大事にしてあげてくれ、いいものだよ、それは。
手依頼なら黙ってそこに出せ。そうでないなら黙って出て行け。わしは忙しいんじゃ。世間話などをするつもりはない。武器ってのは鉱石を焼き込むことで強くなり、その特性を変えるんじゃ。鉱石は精霊の分け身じゃ。奴らは武器を祝福するのじゃよ。デーモンのソウルじゃと？確かにあれは強い精霊のようなものじゃ。中には武器を祝福できるものもあるじゃが、もっともそのためには強い炎が必要じゃ。炎のようなデーモンのソウルがの。忙しいと言っておろうが、鉱石にも位があるんだ。強い武器は位の高い鉱石によってしか祝福されない。最高位の純粋な鉱石はいずれもしっとりと高貴な光沢をたたえた精霊そのものなんじゃよ。なんなんじゃ、まったく。おお、それじゃ。その赤裂したデーモンのソウルじゃ。それがあればデーモンのソウルに武器を祝福させることができるじゃろ。よかろう。ここで断れば鍛冶屋エドの治るじゃからな。デーモンのソウルを持ってくるかい。わしがお前さんの武器を祝福させる。出て行け。仕事の邪魔じゃ。